はい、こんにちは、ケイソです。はい、どうも、ハネムンです。さあ、リボ続きやっていきましょう。確かここで、なんだっけ、なんか、忘れてた、違う気がする。合ってる合ってる。それで、それに乗って、うわちょっと間が空くとこれですよ。先に引っ張ってたね。そうですね。あれでもここやんなかったっけ。ここまでやったよ。そうだよね、こっから先が覚えてないんだよな。あ、いいんだ、ここ降りちゃっていいんだ。あ、ここもやったかな。ここで止まったんじゃなかった。ああ、そうだっけ。うん、多分。ああ、覚えてない、これ。ここまた回るでしょ、きっと。えい。ああ、なるほどなるほどなるほど。木箱が来る。上に、さっきね、上にね、玉があったから、玉も来る。玉が来るね。じゃこれを押して。これをよって超えると、多分これで。いや、玉破壊されちゃうから、あんまり破壊されちゃうか。どうしようかな。ここで乗ってジャンプして弾をよける場合んじゃないか。そんなことはない。だって右に行かなきゃいけないから。うわあ、うん、ここのボタン右に行かなきゃいけないから、木箱を落とせばいいのかな。そうだね、ちょっとまあやってみようか。死にゲーだしな。急がないの。なあ、遅えんだよ向いてねえなゲームゲーム全般向いてねえな。やってみますよ、落としてみますよ、とりあえず。落としたら超えらんなくない？超えらんねえか。だからやっぱそれでジャンプは正解だよ。なるほど。うん。うわぁ！あっ、3連コンボぐらいからだぞ、今。すごい、すごいことだって、今。3回殺されたわ。挟まれて。違ったのかな。いや、合ってる合ってる、絶対合ってる。それしかないでしょ、だってタイミングが、あの板が降りてくる前にもっと早く飛べようってことか。うん、そっか、板が重力でな、変なふうになっちゃうもんな。飛べよう。ここら辺かな。よし、逃げろ。もっと右に行って、今度は渡っちゃえ渡っちゃえ渡っちゃえ。渡っちゃった。あ、止まった。あ、蝶々がいますよ。あ、蝶々ゲットしようか。ゲット。ゲット。うん。そう。じゃあ歯車へ。歯車へ。あ、超えちゃって良さそうだね。いけそうですね。あ、なんか。クリアかな。おお、蝶々がまた。おっと、女の子。なんで恋の予感。女の子なのこれ。髪長いじゃん。うわー、洗脳された。あー、女の子に会いたかったけど戻んなきゃいけない。ここで跳ね返れ、跳ね返れない。これ跳ね返りとかない。跳ね返れない。跳ね返りないから登るしかないな。行くしかない。でタイミングよく、いや、もっとタイミング気をつけてね、タイミング。はいはいはい、ここかな。あー、そこではないですねめちゃくちゃタイミング気をつけたつもりだったのに一番最悪のタイミングだったみたいだな。ジャンプこのタイミングかな。よいしょ、オッケー。ていうかこの先あった、光あるわ。あったか。じゃあこれで戻れるんだけど、多分戻る頃には女の子はいないんだ、きっと。寂しいやつだ。オッケー。ミョン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 。いやー、このシステムだけはグロいと思うわ。あー、ね、規制されちゃうのね。おっと、さっきと全然違う。うん、あれ、うーわー、こうなってるってことは女の子死んだ。幻覚だったんじゃない。幻覚だった。あーと、ここでタイミングを測って、近づいてっていいと思う。いやはや、遅い。本当か。本当でした。いいなぁ。うわ、待って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 。いやー、待てよ。あー、そういうことね。じゃあ大丈夫だ。どっちが正しいと思う？何が？どっちがとかないよ。右に行くしかないんだよ。そっか。あ、走れ。いやー、タイミングひどかったわ。いや、タイミングか？まあタイミングしかないよね。こっからか。あんな広いやつ、ね、今手潰れたが。ああ、大丈夫大丈夫。手ぐらい。ああ、もう降りてくるって。あ、なるほど。ここでぶら下がって待機するとか。ああ、ぶら下がり待機ね。あり。待機ぐらいはしてくれるよな。してくれる。あ、してくれた、してくれた。もう行っていい。うん、行けよ。登れ登れ登れ。あ、ここじゃない。走れ、飛べー。危なーい。あー、飛べー。あー、待って、あの岩に乗って食べてもらおう。はいはいはい、食べてもらおう。食べて。あ、まあ、いやいや、もう落ち着いて。分かった、ちょっと待ってな。はいはい、早めに乗って、早めに乗って食べて。オッケーオッケー、よしよし。戻ってもいいけど、進めもするな。うん、あそこにはしごが一応あったけど、まあ進むか。そうだね、木は持ってなくていいかな。ああ、上にはしごがありますな。あー、あー、はしごになんなきゃ潰されちまうわ。オッケー、乗った。お、
レバー、意味深なレバー、これ歯車の方向が逆になる。なるほど。なった。なった。ああ、で、右から登るのかな。ここはちなみに登れないよね。はいはい、うん、右から登って、あのはしごに行く。よいしょ。よいしょ。ああ、でも今度はこっちが登れなくなっちゃうね。こっちが登れなくなっちゃうか。ああ、レバーで切り替わるのが少しラグがあったから。なるほどね。そのラグを利用して、だったらもうちょいタイミングが、これは微妙なタイミングでは。なるほどね、うん、こうした状態でこのタイミングで OK 乗って、うわー、低い発想は良かったんですけどねこっちかな、いやー届くかな、 いける、あーちゃー低い、いけない、相変わらず低い。いや、もうちょっとこう、うん、もうちょっと登るの登らせといて、あ、まあ、まだ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 、登らせといて、はいはい、勢いをつけといて、そうそう、勢いつけといて、勢いついてるよ今、うん、勢いついてる、オッケー、よし、オッケー、ああ結構なことを要求される ねで、うん、乗り移って、あー、いいですね。へー、すごいね、なかなかこういうのタイミングっていうかさ、まあね、ギミックとしてはいいね。詰んじゃいそうだよね。俺ゲーム前からギリギリいけたけど、普通の人だったらあれ無理だと思うよ。電気が通った、そうだね、なんかトロッコなんで走りそうではある。はぁ、は、少しだけ電流、これは戻るやつかな、救済のはしごかな。ってことは、あ、少し勢いがつけられるのか。反対側行って、じゃあ上に勢いつけた状態で、ぴょん。そうね、この状態で、この状態で、早く押して。あ、で、いけ！乗って、で、上。そこでしょ。あー、いけないか。足りなかった。まあでも、とりあえず切れるか。一旦。あー、これがある。引く、トロッコ。こっちに押せない。左。あー、それなんか上からキャッチみたいな。そうだね、上からキャッチだね、これ。じゃあそこ置いといて、うん、まあやっぱここのギミックはやんなきゃダメっぽいな。上だね、うん、任せるか、タイミングはあー、タイミングは任せる。こうで、うん、よいしょ、まだまだまだ、このぐらいで乗ってここの右に行くタイミングで、やっちょっと足りたー、あー、危ねえ。で、あのレバーをガチャコンすることで、あ、ガチャコンすると下に電気が走るけど、あそこに乗れるんだ、きっと、多分。ちょっとやってみるか。あっ、ぶねー、オッケー、お、よかったよね、ここにセットしといて、本当によかった、完璧だったね。もう一回行かなきゃいけない、よかった ね完璧ですね。さあ、先読みが決まって、このトロッコの明かりだけが頼り、他は暗いですよ。いやいや、このリーゼントの目も、あー、これ乗った方がいいな。そうだよね、なんかこんなのドンキーコングのステージになったよな、トロッコ先に行かして一緒についてくやつな、うん、あー、はい、うわー、ストップ、何やってんの、何やってんのこうだろ、待ってな、下と合わせないといけないからな。いや、ここよ、うん、はい、進みに一緒だからね、多分ね。そうね、上と下同じだったら大丈夫なはず。はいはい、おー、さて次はな、上かな、上行っとこ、一応。あ、ってか終わりなんだ。そこのボタンを押すことで電気が流れる。最悪だね。じゃあ、そしたら下に降りればいいのかな。分かった。あ、ここ下だってもう今何もないから降りていいんだ。で、これ電気が流れる。これを引っ張って、引っ張ってると電気流れないから、もっと左に追いやってジャンプして越えちゃうと。うん、いや、きついけどな。走れジャンプ。うわ、ダメか、結構遠いな。どうすればいい？それさ、押すことはできる、反対から。ああ、なるほど。だったら、その、なんて言うんだろう、こっちまで、左に、違う、押している、その、はいはい、力でな。そう、はいはい、で、登ってな、押してる時に乗って飛ぶ。こういうことだ。そうどうだ、どうだろう、これいった、これいった、飛べ、あぶね、あぶね。いや、要求することが、本当かよえげつねえんだよ。回った、
回ってるね、しかもクレー右行こう右行こう、弾が転がってくるね、転がってくる中やーべえわかんねえ、弾一回ここの光の中で避けなきゃいけないか、そんなことない、まあまあ、あんま行きすぎると死にそう、はしごか、あーこれジャンプだったな、あーこれジャンプだったね、左にちょっと寄っとこう、いや多分岩で死ぬんじゃないかな、ギリギリ左に寄っとけばなんとか、あーかあーなるほど、まだ全然全然全然まだまだまだか、あー行けたか、いけたわ、あーもうちょっと斜めになってからやべえ次がわかんねえ、まあ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 電気だから飛ばなきゃいけない、そこ飛んで、ここ飛ぶ、ふっ危ねえ、あったあと右にあるから、うん、わかんねえよ、下にぶら、あー下にぶら下がらない、あ、木箱がいる、あー止まった止まった、左に木箱落として着地かな、なるほど、うん、それか上に飛ぶか、でも上ぶら下がったら死ぬと思うんだよな俺、わかる、うん、ぶら下がった瞬間死ぬだろうから多分下が正解なんだよ、うん、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、動いてくれた、動きすぎいや斜めになってるからね、そんな動くかよし、で落として右に斜めになってるから、右に寄るんだな木箱がな、そうね、はい、でまぁ、あ、ちょっと様子を見て一応な、はいオッケー、じゃあぶら下がるくらいでいいと思う、オッケーよし、もう右ちょっと明るいから、よしよしよし、あーあー暗闇ゾーン抜けたね、さ あ, あ、まあ、普通にレーザーがありますね、まあでも普通に飛ぶしかないねとりあえずね、まああれに当たったら死ぬだろうという、あれに当たったら銃が撃たれるのかもしれないな、ピュ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 ンつって、じゃあちょっと、ああそういう感じ、やはりあえげつねえな、ってことはえセンサーになってるんだなあれがな、とりあえず愚直に進んでみる、ジャンプで、そうだね愚直でジャンプジャンプジャンプ、いやさすがに無理か、えじゃあもう無理終わりだけど何か動くのがあるんだろうな、それかあの縦のダダダダがこのダダダダを防いでくれる、うん、あーなるほどなるほど、うん、どうここここここだ、ここ行く、うん、上行く上の、あ動くんだ、あなるほど、じゃあこれ動かして壊してもらえばいいんだ、壊してもらうんだな、ああ、じゃあもうこっちへ、あっちへ飛ぶか、あそうね、よいしょ、ここに来ればいいな、あーなるほどな、何そのシステムって感じだね、これが動くんだな、よし壊せ、あれいやちゃんと刀身のとこ叩んでダメだ、なるほど、刀身のところ、そうここな、そう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 、お願いします、よしよしよし、何発かって感じか、はいはいはい、じゃああとは超えるだけ、ね、そうだね、いや無理だったもんなもうはっていう感じだったもんな、あげあげ、これで右に進めると、薬莢が飛んでくるね、あーなんかトゲトゲみたいのがあるけどこれは関係ないのかな、そうだね、上はいけない、届かない、下へ行きましょう、いいですね、それを上に上げたい、重ねたい、うん、おなんかボタンがありますね、まず自分で押してみよう、あまあいっか、なるほど磁石なんだ、でどん時間が経つと落ちる、カンで滑ってくる、はいはいはい、なるほどね、重ねる、いやえいやこれ結構じゃない、結構だね、超えよ、とりあえず一回、一回奥行っちゃう、うん、だって、わかん、無理じゃん、あ、ない、はい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 、はあ、わかった、わかりました、はい、まさかこういう動きをするとは、はあ、なるほど、ってことは、そうか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 、坂道でな、押してもらうのか、よろー、どうすんだこれ、ピュー捕まっとく、あ、押してこれ乗って行っちゃえばいいのか、はぁ、うん、あーサンキューサンキュー、あーなるほど、サンキューサンキュー、それは素晴らしい、奥の斜めも意味があったけどな、よし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 、いや囚われてたわ、いやこのギミックしばらく使えそうですね、いやどうかな、これで終わり、まさかのこんな凝ったギミックこれで終わり、はしご、これ下に降りるだけだよ、
あれ？あ？あー待てよ。今ので下ろしたのか。そうだね。もう一個持ってかなきゃいけないのかな。は？だってこのはしごに乗るためには下、それ何もなしで乗れる？待てよ。右からとか。まあ登れそうではあるね。あー登れる。じゃあ木箱は送っちゃって構わないってことか。待てよ。いやだったら押して重力を起こして急いで戻って引っ張る。は？いや違うな。さすがにだよな。無理無理、絶対間に合わない。間に合わないし。あーなるほど、なるほど。上が組んだ、上に持ってこなきゃいけないってこと。そうだね。あそこで登り降りができるが、いやでもな、まあ、やっぱり同じようにだ、同じようにやんなきゃいけないんだ。だ同じように奥にやると、はいはいはい、向こうで多分木箱が上がってんじゃねえか。なるほどね。うん、多分ね。まさかの同じギミックっていう、うん、何回も使うどころじゃなかったね。ここのギミックだったね。よいしょ。はい、さてでここに来るかな。そうだね、回収、これ引っ張る。よいしょ。うおー、まあまあまあ上に1回行っちゃえばこれ。よしよしよし。あーでもそっか、いや合ってる合ってる。もう1回か。待てよ、これが上に上がるんだよね。そこ掴めないよね。え、2個必要。いや2個必要は話が変わってくるぞ。だこれ重力つけた状態じゃないとここの壁が上がらないから。いや分かった、持ってく、掴むんだ。そう掴むってか。なるほど、そうだね、うん、捕まってないんだ。そう捕まってると上に乗ってか、上に乗っちゃっていいんじゃないかな。なるほどなるほど、うん、じゃあ同時に気がついたね。はい、まさか このやり方3回もやるとは思わなかったな。同じことをよっ。はい、じゃあお願いします。乗っていただいてすぐ右ジャンプよ。はいよ。てよ。ギリギリ、お前大丈夫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 。あれだ、ドラクエのルーラーで天井に頭ぶつける波の頭のぶつけっぷりでした、ね。勇者ヨシヒコだっけ。まあそうヨシヒコだけど、まあ普通にネタとしてね、はい、あるんですよ。なるほどね。はい、さて、まあ惜しいんじゃん、しょうがない。下がった、はあ、で押して乗る。まあこんな、まあまあこれはもうギミックに入りませんよ。本当だよね、はい、押すと下がって登ると進む。上に乗れそうだよね。ここで乗って銃を撃たせて紐を切ってもらおう。ああいいんじゃん、よろしく。あぶねえってあぶねえじゃねえ、死んだよ。ちょっと後ろのとこやられたな。パリパリパリってやられたな。何を今ゆっくりしてんだろうってああよし、はい、降りていただいて。はい、オッケー。はい、こんなギミックに入らねえよな。こんなのギミックに入らないよ。こっからよ。さあ、何が起こるか。まあ、上に線があるから気をつけてね。下にもある。あ、下にあるのはこれで。あ、木には反応しないんだ。生体センサーなんだね。はいはいはい。で、上にあるからね、この辺。そこ。まあ、ここ削れてる。まあ、超えちゃっていいか。そうね、削れてるってことは。そうね、急いで超えちゃえば。はいはいはい。問題なし。オッケー。上、下、上。うわーおー。あー、なんかさ。バニーマンだよ。バニーマンだっけ。カップヘッドだ。カップヘッドだよね。あ、うん、あったあった。上と下入れ替わるやつ。この箱絶対どっかで使うな。うん、そうね。まあじゃあこの辺に置いとけばいいんじゃない。そうだね。で下に降りてきてもらえばいいから、我々は、あー待てよ、どうやって上がるんだこれ。伸びてる状態の時に急いで右に行く。届かなそうですね。押したらどんぐらいの速度で。ちょっとやってみようか。ああチャレンジついでにだ。ああ、オッケーオッケーオッケー。早い、っていうか動けねえ、左右の 動くのは無理だ。じゃあわかったというか、まあ普通にあれじゃん、下から登って、うん、引っ張ってきて引っ張ってきて。ああそう、引っ張ってきて、うん、だからこれ動いてるから。ああ回収するタイミングよく。そう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 。あ、回収すればいい。なんか俺変なこと言ってんな、実は。だって押しに戻ってこれ、押せねえもんな、乗ってこれでもんな、うん、え、ちなみにそれ次には進める？それの。いや、無理じゃないかな。あれ？
下にある石、下にあるやつ使う？あれ、それ下にあったやつ？これ下にあったやつ。来てくれた。来てくれたのか。だこれで左行けんじゃねえの？でなんか、なんかつってもって感じだよね。でもまあ一応この箱に隠れられるからちょっと楽だからね。耐えてな。ちょっと押されてな。大丈夫大丈夫、別に下に落としても問題ない。で飛べるね。よいしょ。さあ、とりあえず新しいとこに行けた。そうだね。あー、なんだこれ。ポチッとな。2個目の箱ここにあったか。これで重力変えりゃ下に行くんだ。はあ、めんどく。え、あ、なるほどなるほど。ははははは。難しいですね。まあ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 、左戻してから。ああ、いいね。ああ、難しい。おお。あせ。お、いいね。あ、なるほど。あ、え、これは悔しいやつ。いや、ちょっとずつ絶対やろう俺これ。あ、やり直しです。いや、今の無理だった。もう無理じゃない。何これ。そうだよね。うん、今の無理だったらもう無理じゃない。でもこの箱ないとダメなんだもん。わかるよ。お。連打が正解でした。連打。カチ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 って。空中でな。あ、連打することで。ああ、ここだから上に落としちゃっていいんだ。ああ。え、左左左左、上に落とさなきゃ。左左左、え、左左左左左左、ちちちち、こう行って、あ、上に落とさなきゃ。これあっちも重力影響するかな。あれ、しない。ここの光までじゃない。あ、そういうこと。え、じゃあどうすんのこれ。え、だからここにセットしとけば、この右で全体重力の時か。そうそう、重力を変えた時に。あ、失礼失礼。だからこれで、しかも上が斜めになってるから、これで回収ができると。はあ、まあじゃあこれは行こう。パッていただいて。いや、大変だったな、ほんと。気づくのも大変。確かに。あ、で、こうでしょ。で、そうすると、ここ上がってきて、まあ、これはいいとして、奥にもう一個の箱が、まあ、来てるわけね。いやー、なんかドラクエとか FF とかやってるとさ、こう寄り道があるわけじゃん。はい、はいはいはい。それ全部やんないとクリアできない感じだね。そうね。全部寄り道しないと。気づかねえよ、こんなの。あそこ行けたけど、行くみたいなところ行かないとできないわけだもんね。大体ちょっといいアイテムが落ちてて終わりだよな、普通だったら。で、今度はこれタイミングゲーだろう。そしたらまたね。俺見えてこないぞ、まだ。いや、だからあれが目いっぱい行った時に、 あれだな、もうちょっとギリギリ戻、こっちに出てくる時、出てくる時に乗れるようにって感じかな。かもうちょっと右に置いとけば。これを？いや、違う違う、それはいいんです。あ、これはいいの。ああ、それは最後登るとこでしょ。ああ、だその辺に置いといて、ちょうど、だから出てきて、あれが落ちて押してくれるぐらいの位置で。はいはいはい。おお、早かったか。大丈夫。大丈夫か。よ、急がないと。よ。よし。ああ、オッケー。なんとか。いやー、ここ長かったねー。むずい。いやー、むずかった。むずいというか、まあ、むずいね。ずるい。ずるい、そうだね。